寝てんの。声カスカスやで。ということで本日新居初モーニングルーティーン。やだ、やりたくない。寝る。眠い。おやすみなさい。はい、続いては洗濯します。なんかうちの洗濯機、蓋を開けながらお水を出すことができないのね。だから蓋閉めないとお水出せないから、洗剤どうやって入れるのってなった時に、こういうポッて置ける。いいね。こういうさ、洗剤しかなんか無理だなと思ったんで、洗剤これ使ってます。そして柔軟剤はですね、見て!ラボンルランジェっていう柔軟剤で、これめっちゃめちゃいい匂いなの。だからうちもうこれしか使わないことにした。だいたい 1.5 杯ぐらいいつも入れてる。あー、やっぱ水うめー。水ってうまいね。はい、ということで俺の本日の朝ごはんを紹介。カラコンだけやらして。きついわさすがに、マジで。オッケーでね、これラーメンを食べたくて、まださ外怖いじゃん、ちょっとコロナさんが。だからそう、冷凍食品でラーメン気分を味わおうと思って買ったんだけど、でさ汁をね間違えてこぼしちゃって、汁全然ない状態なの。悲しい。せっかくさ、やっと今日ラーメン食べられると思って、もう今日朝ウキウキだったんだよ私。やっぱラーメンは豚骨ラーメンしか買ったんです。豚骨家系しか買ったんです。俺はいただきます。まずさ秒で食えるんだけど、こんなさすが家系。もう冷凍食品でいいや、うち。もうラーメン食べたかったら冷凍食品のラーメン買うわ。続いてスーパーで 40% 引き。180円の 40% って相当安くない？ウィンナーを買ったので食べます。いただきます。締めは納豆をいただきます。いただきます。納豆の何がいいって、からしなんですよ。からしがね、頬を通してる。納豆にからしをつけようって思った人本当に天才だと思う。ごちそうさまでした。素晴らしいご飯、素晴らしい食事、ご飯ありがとう。洗濯やります。はい、そしたら化粧します。スキンケアは欠かせないので必ず拭き取り化粧水やってます。お供は紅茶です。そしたら下地はジョンセンムルスキンセッティングベース。うち鼻周りのね、毛穴を結構ね、気にする人なのね。それをカバーする。毛穴を埋めてくれるっていう下地らしい。ディオーマキシマイズ。うちあれ欲しい、あのさ、リップバーム。なんか塗ったら唇がヒリヒリして、唇がぷっくりするっていうやつをね、欲しいんだよね。名前なんて言うんだっけ？それがさ、一生思い出せなくて。あと最近さ、外出マジ疲れるんだよね、お買い物。なんかうち、本当に最近食欲がやばくて、もうお腹減っちゃうって、全然買い物に集中できないの。これもジョンセンムルのクッションファンデです。そう、だからさ、服見たいっていうよりも、お腹減ったの方が強くて。
で、まあ、さっきも言ったけど、あんまりちょっと外食は控えてるから、もうお家に帰らないとご飯食べれないのね。なんかさ、外でさ、本当はファミチキとかこうやって食べたいの。外の道端の路地裏とかで。だけど、そういうの恥ずかしいって思っちゃうタイプだから、食べれないんだよ。だから、お腹減ってるから、しょうがないから家に帰るみたいな。本当は見たいお店とか買いたいものとかあるのに、それすらもう省いて家に帰ってご飯食べる。しかもなんかご飯食べる勢いも尋常じゃないのよね。もう着いた瞬間にバババババって食べちゃうみたいな。本当それぐらい最近食欲やばくて、多分普通に生理前だからかな。そしたら眉毛、実はね、眉毛はちょっと細くしたんですよ、昔と比べたらね。なんか昔の写真とか昔の映像を見た時に、なんかあれ、うち眉毛太い方がいい感じだねみたいな思ってきて、そうってしまった自分を後悔してんだよね。でもなんか全然生えてこなくて、もうずっと今の眉毛の形のまんまなの。さあ、今の化粧より昔の化粧の方がいい気がするっていうね、すごい悲しい出来事なんですよ。なんかさ、太い？なんか分かんなくなってきたんだよね、最近。なんだ？本当に。そう、昔は濃いめの化粧してて、で、薄めの化粧に憧れを抱いて、だんだんメイク薄くなってたんだよね、最近。それで、いやでも、やっぱり昔の自分の方が可愛いんじゃね？みたいな。最近思ってきて、濃く押したいんだけど、できないっていう。なお、できない。今日は、頑張って濃くしてみる。テーマ。昔の自分に戻ろう。メイクを濃くする。です。できました。どう？昔の私にちょっとなった。まつげの感じ足りない気がするけど、まあいいや。いつも最後に、こちらはファンの方からいただいた、ポーランド城の仕上げ用ローションミストで顔に潤いを与えます。髪の毛をやっていくぜよ。サロニアの緑を使ってます。これ、前髪似合わない気がすんな。明らかに眉毛太いんだけど。え、大丈夫そう。これ平気？やばい、最近マジでさ、ご飯食べてるからさ、マジデブ。おデブデブ。いつもブロックしてます。髪の毛ボッサのボッサでいいやん。やばい。マニパニに乗らないとまた髪の毛が薄くなってきた。やっぱなんだかんだ言ってね、ストレート。ストレートで最後だけちょっとこう、内巻きにするのが、まあ最近の、最近の、マイスタイル。マイストアイ。いちゅうねこやおうきゃーきゅう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 。あとルメントのオイルを塗ってます。残りの髪の毛をこれストレートにしていきます。ねえ、てかさ、浴室乾燥機ってさ、うち一発で乾くのだと思ってたんだけど違うの？それともうちのさ、浴室乾燥機がさ、ちょっとヘボいだけなのかな。全然乾かないんだけど。どういうこと？ 4 時間。4時間乾燥っていうボタンを押してやってるんだけど、乾かないんだけど。おっと？だんだん乾燥機に近づいてきましたね。ヤマンバから、まあマシな人みたいになってきましたね。だるい。前髪マジで。なんで割れてんだ。なんで割れてんだ。接近者だよ。接近者だよ。たまに電車で言う人ね。接近者だよ。なんかちょっといい感じになってきたんじゃない？なんかちょっといい感じになってきたんじゃない？たみっきりなっちゃっちゃう。なんかちょっといい感じ。最初のあそこの。キャンジャルのところで。濡らす？これ濡らした方がいい？
ぬらいして乾かした方がいい。やるか。やりますよ。ぬくせー。ぬらしてきました。プロダクト。まあ、前髪サササみたいな。ちょっと女子っぽくなってきた。もうこれ癖なんだよ、もうズボラっていうのは。可愛くなりたいっていう気持ちはあるよ、もちろん。もちろん可愛くなりたいし、モテたいし、私だってモテたいよ。そりゃ好きな人とかからさ、可愛いねって言われたいよ。だけど癖なの、ズボラっていうのは。ああ、着替えるのか。モーニングルーティーンで着替えるのか。そかそかそか。めんどくさいな。できたー。最近ガチメガネハマってるから。マジで。ということで、私のモーニングルーティーンは、これで終わりね。参考になったかな？参考になったかな？参考になってくれて。SNS もやっておりますので、ぜひフォローお願いします。以上、最後でした。バイバーイ。